はい、ラーメンさんガチャでぜひこれ。それでは今回なんですけども、LINEPay 総額300億円祭、全員が確実にもらえるキャンペーン開始ということでお伝えをしていこうと思います。はい、ということでまず今回のキャンペーンの名前なんですけども、祝令和全員にあげちゃう総額300億円祭りということで、今回の主な特徴としたら、今回はそのキャンペーンページから互いに送金し合うだけで、1000円分の LINEPay のボーナスがもらえるものとなっております。いや、嬉しいですね、1000円。普段はまあ、いくらか使って何パーセントバックということが多いんですけども、今回は何も使わず自己負担なしでできるっていうのは嬉しいですね。そして期間なんですけども、5月の20日から5月の29日までとなっております。で、送り方のステップなんですけども、こちらの画像を見ていただいたらわかるように、まずステップ1、キャンペーンページで無料で1000円相当を送るっていうボタンがあるので、そちらをタップして、で、ちなみにまだこの画面はまだ出てません。次に、LINE の友達の中から送る相手を選ぶ。そして、LINEPay のボーナスを送るという流れになってます。で、次に受け取った場合なんですけども、まずはそれを受け取る場合は本人確認というのをする必要があるんですが、受け取った LINEPay ボーナスをお買い物に利用できるために必ず本人確認をまずしてください。そして、ステップ1、1000円相当の LINEPay ボーナスが届く。で、ステップ2、内容を確認して受け取って、ステップ3、本人確認をして、LINEPay ボーナスをもらうということですね。そして、先ほどお伝えした本人確認なんですけども、まあ、キャンペーンページで友達から送られた LINEPay ボーナスの付与を受けるには、LINEPay アカウントの開設、そして、本人確認が必要となってます。で、キャンペーンで送られた LINEPay ボーナスの受け取りに関しては、有効期限というのは設けられているので、まあ、ここに書いてる期限までに本人確認の受付をまずしてくださいというものになってます。LINEPay の残高と LINE ポイントの違いなんですけども、画像を見ていただいたらわかるように、今回の LINEPay ボーナスをもらって、支払いは可能なんですけども、出金ができないので、ここだけご注意ください。で、簡単にまとめると、まあ、今回は送金のみでボーナスが付与されるということ、そして必ず本人確認が必要。で、あとは、ここちょっとまだお伝えしてなかったんですけども、1人1回、そして上限1000円までというものですね。あとは受け取り後すぐにまあ利用が可能というふうになっております。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。LINEPay の300億円のキャンペーンということですね。まあ、今回は特に負担なしでできるので、まあ、誰でも参入はしやすいのかなと思います。まあ、まだ LINEPay 使ったことない人もいいのかなと。そして元々 LINEPay 使ってる人もさらにいいのかなと思います。ということでこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あと Twitter もしてますので、Twitter のフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。